MISP はオープンソースの脅威インテリジェンスプラットフォームである。MISP プロジェクトはセキュリティ侵害インジケーターを共有することで、より効果的な脅威インテリジェンスを実現するためのユーティリティとドキュメンテーションを開発するものである。MISP インスタンスを運用している組織はいくつかあり、こうした組織の一覧はウェブサイト上で公開されている。 ミスププロジェクトは2011年6月頃に始まった。クリストフ・バンデプロズは電子メールや PDF 文書で共有される IOC や自動機械ではパースできない IOC が多すぎることに苛立っていた。そこで自宅で家計フップを使って作業を開始し自分のアイデアの概念実証を作った。バンデプロズはそれをサイドフジグと呼んだ。2011年7月中旬。 バンデプロズがこの個人プロジェクトを職場で披露したところ反応は好意的だった。ベルギー軍はバンデプロズの個人サーバー上で稼働していたサイドフジグへのアクセス権を入手した後2011年8月中旬からサイドフジグを公式に使用し始めた。その後バンデプロズは勤務時間の一部をサイドフジグの開発に充てることを許されたが依然として 自宅でも作業を行っていた。NATO もある時期にサイドフジグプロジェクトのことを耳にした。2012年1月、NATO にサイドフジグプロジェクトを詳しく紹介するためのプレゼンテーションが初めて行われた。NATO は他の市販品も検討したが、サイドフジグのオープン性を最大の優位点と考えたようである。アンジェディレスウスキーが NATO 側からの最初の非常勤開発者であった。これがきっかけとなり、数ヶ月後、NATO は高度改良と機能追加のためフルタイムの開発者を雇用した。この日、共同開発が始まった。多くの個人プロジェクトと同様にライセンスはまだ明記されていなかったが、プロジェクトをアフェロ GPL ライセンスで公開することが共同で決定された。 これはできるだけ多くの人々とコードを共有し、コードを外役から守るためである。そして、サイドフジグプロジェクトは、NATO のアレックス・バンドルムが考案した、ミスプという名称に改められた。2013年1月、アンドラス・アイクラディは、当初 NATO に雇用されて、夕方と週末にオープンソースプロジェクトに参加していた頃、ミスプのフルタイムの主要開発者となった。一方、 他の諸組織もミスプを採用し始め、サート界隈でミスプの採用を推進した。現在、アンドラス・アイクラディは、ミスププロジェクトの主任開発者であり、サークルに勤務している。ミスププロジェクトの拡充の結果、ミスプは、マルウェアインジケーターだけでなく、詐欺行為や脆弱性情報も扱うようになっている。現在の名称は、ミスプ、スレッドシェアリングであり、これには、 コアソフトウェアとミスプをサポートするための多数のツール群とフォーマットが含まれている。現在、ミスプはボランティアチーム主体のコミュニティプロジェクトである。ミスププロジェクトは EU とサークルから資金提供を受けている。ミスプによって管理されるセキュリティ侵害インジケーターのソースは組織内のインシデント調査、チーム、インテリジェンス共有パートナー、商用インテリジェンスソース等、 多岐にわたることがある。ミスプと統合された商用ソースには、シマンテックディープサイトインテリジェンス、カスペルスキー脅威フィード、マカフィーアクティブレスポンス等がある。ありがとうございます。